今日紹介する漫画はこちら、世界の終わりと夜明け前、虹ヶ原ホログラフの2冊です。世界の終わりと夜明け前は初版が2008年11月4日、虹ヶ原ホログラフ、こちらは初版が2006年8月22日です。この2冊、あの浅野いにおしの作品です。虹ヶ原ホログラフはクイックジャパンに連載となった初期の作品です。浅野氏の代表作は空人でしょうか。この空人、漫画本では2巻完結です。映画化もされて見たことある方もいらっしゃるかもしれませんね。この映画、つい最近まで Amazon プライムで無料で見れました。今はね、その期間が終了し有料となってますが、追加料金を払えば視聴可能です。この浅野氏の作品、なぜかね、どの作品もノスタルジーを覚えます。叙情的な描写に定評があり、僕は個人的にエンディングが大好きです。先が見えない結末が魅力的ですね。なんかね、淡々と進むんですよ、ストーリーが。で、喜怒哀楽を超えた感情っていうかね、まあその行間に見出す瞬間がいいですよね。あとね、絵のね、こう風景もそうなんですけど、描き方がいいんですよね。参考にお見せしますと、ちょっとなんか今アニメーションかかってるから見えないか。すごくね、風景の描写がね、美しいんですよ。記憶に残る言葉が多いんですよね。一部引用してご紹介すると、短すぎた夏の終わりの夕暮れに何かが始まるような、私はちょっとそんな予感がした。思い返せばその日、起きる必要もないのに、いつもの時間に目が覚めて、確かに私は変だった。気がつくと私はネクタイを締め、慣れない朝食を作っていた。玄関に立った時、もう行く場所がない事実を改めて実感すると、情けなく膝が笑った。この文の表現というか、まあ、小説に近いんですよね。鑑賞に浸ることができる作品です。ちなみに僕はブックオフでこのどちらも税込み110円で手に入れました。先ほどご紹介したソラニンの1巻2巻ともに110円で購入可能です。 Kindle では現在、虹ヶ原ホログラフの電子書籍版が550円、紙媒体なら835円、世界の終わりと夜明け前の電子書籍版が660円、紙媒体なら755円のようです。以上、カズのおすすめの一冊になりますので、お時間ある方はぜひ。この動画の下の備考説明欄に目次、出版社など本の詳細を記載しています。参考にしてみてください。 See you!